どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽できるようになりますということでね、日々簡単レッスン動画公開してます。今日も今年もモリモリいきます。さあ今回のテーマソングこちらです。ドン10フィートの第0巻映画スラムダンクでもうバンバンも来てる曲プラス紅白歌合戦でもこの曲が披露されたということで、もちろんガズレレ YouTube で取り上げますよ。熱くいきましょう。はい、です本日はですね、この G ラボのブラックビューティーモデルとシンプル簡単バージョンでこちら初めてウクレレを使ってレッスンしていくんですけど、こちら初めてウクレレをですね Amazon で即ゲットできるようになってますんでね、ぜひチェックしてみてください。さあそれではレッスン始めていこうんですけど、いつものように2バージョンで、いきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやるんですけど、原曲かなりね対策になってまして長いんですね。で今回のガズレレアレンジは歌メインのところの1番と2番をやった後に最後のスイートジャケット叫ぶところちょっとボリューム混ぜるようにしたオリジナルのショートカットアレンジバージョンですけども、かなりボリュームありますから、まずこれやってみてください。で後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンは熱くいきます。いろんなリズム、リフというものが登場します。これなかなか深いですよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さんまずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけでこれから自分の手でどんどん音楽が生み出せるようになります。始めてくださいね。さあレッスン入っていきましょう。10フィートの第0巻ガズレレ流シンプル簡単バージョンからやってみる。それが最後になる気がしたんだ。獣は砂を一人切り巻いた。それが最後になる気がしたんだ。 1,2,3 不確かな夢叶えるのさ。約束の夜スラムダンクの主題歌10フィートの第0巻紅白歌合戦でも歌われた激アツソングやってみました。シンプル簡単バージョン。いやこれはロックですからやっぱりこうグッとこうね熱くいきたいです。はい、それさっきも言ったんですけど、このアレンジはですね、ウクレレにこう弾くときに調子が良さそうな1番と2番のすごいメロディアスな部分を、やった後に最後のすごい印象的な
スイートチャーキャー、この叫ぶところ、ここをちょっとね組み込んだというガズレレオリジナルソートカットアレンジバージョンになっております。ひとまずこのバージョンでやってみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それを見ながらね、ウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんと一緒に簡単バージョンできるようになったら素晴らしいと思います。ここもまず目指してくださいということですけど、歌はですねシンプルなようで結構奥が深いですからね、聞き込みが必要になると思います。はい、で一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップいきましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌っていくということがいいと思うんですけど、とはいえ歌詞とコード全部丸暗記するのやっぱりちょっと難しいでしょうから、最初楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって大空に向かって夕日に向かってこの熱い曲歌うのがいいと思うんですけどね、スラムダンクを思い浮かべながら。はい、でも楽譜って一体どこにあるんですかということだと思いますが、安心してください。今の演奏は、はい、ガズさんが書いているこの手書きのノート楽譜を見てね今演奏していったんですよ、ガズはね。はい、こんな感じです。今のショートカットアレンジでも見てください、2枚にビッチビチになってますからね。はい、これをですねもうちょっとしたら画面にこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいやーということで、シェアするんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた大ゼロ感を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数、もう山のようにありますからね、その中から毎月5曲皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことを概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。大ゼロ感10フィートスラムダンクでおなじみでございますが、紅白でも歌われたあのロックな曲でございます。これイントロまず A マイナー4ブロックやって、ここツタタタと、これかっこいいわじゃない、こうツタタタとか書いてあります。でここ A マイナーが並んでるんですけど、ここがねリフと言われるやつなんですね。ここフレーズ1ということで、かっこいいバージョンではかっこよく弾いていきますと。でここ2ブロック無音のところ、まあつまりブレイクがあるんですね。ここもちょっと聞いてもらったらわかると思います。でここにちょっといろいろ書いてあるんですけど、ここねかっこいいバージョンではここをですね、あのキメをちょっと弾きながら歌っていくと、かなりここ特徴的なんですね。で、これウクレレで、ギリギリこうみんなもわかるんじゃないかなっていうぐらいに、あの、かっこよくも簡単アレンジしてるんで、かっこいいバージョンここご注目ください。後で解説していきます。で、シンプル簡単バージョンは、ここのとこ止まるって書いてあるところで止まったよということでございます。はい。こんな感じでメッセージ盛りだくさん。この矢印はシンコペーションということで、かっこいいバージョンでリズムがドーンと食い込んでいくよということで、いろいろなメッセージが含まれているんですけど、このタタタとかね、下に書いてあるのは基本的にかっこいいバージョンのアナウンスで、上の段がシンプル簡単版というふうに覚えておくといいと思います。ひとまずこんな風に画面に映しておくので、お時間ある方は、一時停止してメモってほしいんですけど、今紹介させてもらったガズクラブでこのね、楽譜のデジタルデータダウンロードしてご活用いただくのもめちゃくちゃ有効です。ガズノートの特徴めちゃくちゃね便利なんですよ。これ見てください。歌詞の上にこの点がついていたら、この V がついていたりするじゃないですか。これはね、リズムがわかるんでね、ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、胸をはぐれて、はい。胸から、ここの A マイナーが始まるんですよ。胸をはぐれて、これ、V の字は休符です。伸ばしてる時にリズムが変わるということですね。これすごいでしょ。これがね、すごくわかりやすいんですよ。はい。これ、夢をく、
は夢を加えたでしょ、夢を加えた、はい、こう伸ばしてるところでリズムがある、これはリズムが分かるのがポイント。あと歌詞カードには載ってないこれ伸ばすところとか、このコードの表に対しての位置関係、これめちゃくちゃガズレレノート役立ちますからね。はい、ぜひガズクラブにご加入いただいて、このデジタルデータの楽譜をゲットしていただくのもおすすめでございますが、お時間ある方は一時停止で書いていってください。はい、ここがまず1番の A メロ B メロ。おいし、ここからサビです。ここはね、サビのコードは一緒なんですけど、ここがエモいですよね。もうグイグイ突き進む、なんかもう魔力、ぜひ皆さん言葉のリズムの勢いを加えてください。でここでちょっとねちっちゃいんですけど、2ブロックちょっと空白っていうかブレイクがあって、ここが2番になります。2番、はいはい。ここね、コード進行は一緒なんですけど、ちょっとね、かっこいいバージョンでリズムをいろいろね、変えていくんで、そこもご注目なんですけど、基本的には1番と同じ雰囲気になってます、コードとかはね。かっこいいバージョンではリズムがどんどん変わっていきますから、ちょっと後で解説していきます。はい、一時停止で。ほんで、ここ。サビの2番目。はい。ここも、引き続き、ドーンとスケール、でっかくいきましょう。はい。そして、ここからがガズレレオリジナルアレンジで、ここで、イントロで出てきたんで、フレーズ1、ギターリフと言われるものを弾いて、ここで言いたいんですよ。スイートジャーク、これを思いっきり言いましょう。はい。これ、やって終わった。ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。これ、フレーズ1と後で解説していくんですけど、これね、ここで弾くやつね、イントロと、かっこいいですからね、後で見てみてください。じゃあ、ひとまずはコード、出てくるコードを解説していきましょう。はい。コードはシンプルですね。6個のコード。言っていきます。C と Am と F と Dm、D7、G7 の、6個のコードだけでございます。今映ってるこの6個のコードはガズレレでは超安心の入門コードのグループなんでご安心ください。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんにね、ドーンと10個覚えようと思うと、もうごちゃごちゃになるんで頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個は覚えちゃってください。はい、それではかっこいいバージョンにここから、解説入っていこうと思うんですけど、やっぱこの曲はですね、やっぱ言葉のリズムっていうのはすごい大事になると思います。サビでね、不確かな夢叶えるのさ、約束の夜にこう、歌をですね、こうがっつり前にこうグリップしながら突き進んでいく感じ。このね、言葉のリズムっていうのを意識すると、さらにこの曲のロックの、雰囲気が、疾走感が高まると思います。そういうのを意識して演奏してみてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはコード、出てくるコード一緒なんですけど、いろんなリズムが出てくるんですよ、今日は。はい。で、あとね、さっきからずっと言ってるイントロとかエンディングで出てくるギターリフというふうに、今回フレーズ1というふうに表現してますけど、それがね、濃厚でございます。ひとまず基本的な弾き方はこちらです。ドン。8ビートのチャと疾走ビートと、カッティング。あと、シンコペーションもたっぷり出てきますということなんですけど、はい、今映ってる弾き方、基本的なことは、概要欄に貼ってあるウクレレできるリズムのいろいろというところに、リンク貼ってあってですね、その先にですね、それぞれの今映ってる弾き方の濃厚解説レッスン動画がアップロードされておりますので、ぜひ見ていただければというふうに思いますがですね、今日はですね、まあちょっとどんどん行きます。解説行きます。まずイントロの一番最初のところでね、A マイナーがちょっとしばらく続くんですけど、ここは、その原曲はですね、結構デジタルっぽいビート感なんですけど、まあまあ、8ビートのチャで、ここは行こうかなと思うんですけど、最後ね、ちょっとツタタタみたいなおかずで、16ビートと8ビートが混ざったような感じでやろうと思うんですね。ちょっとイントロの1やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。A マイナーでずっと弾いてて、ここで、ダン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 ダカダカ。こんな感じで、ツッタ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 カダカダカダカみたいな感じにしました。これドラムのおかずで次のバースに行くよみたいな感じで、最初にチャを弾いといて、ツッタ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 カダカ。16ビートと8ビートっぽいね、ニュアンスが混ざってますけど、ちょっとこんなニュアンスでアレンジしてみました。で、問題はですね、今日一番のポイントになるのは、この後の、フレーズダーツツダー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 ツツダー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 っていうやつです。これ、今日完璧に仕上げております。はい、解説していきましょう。まずこのタブーっていうのをちょっと見るといいと思うんですけど、これ基本的にはね、全部の弦を弾いてもらいたいんですけど、何にも書いてないところはもう全部弾いていいってことなんで、ちょっとこれ見てもらうと、4弦の2、2、0、3、2って書いてあるでしょ。ここちょっとガズの手見ててください。2、高、2、0、3、2。これの繰り返しです。4弦だけ見ててください。4弦のガズの左手ね、数字を言いながら弾いていきます。2フレットです、今ね。せーの。2、高、2、0、3、2、高、2、0、3、2、0、2、0、3、2。これが基本です。
かっこいいでしょ、これ。これリズムが203年っぽいリズムで、こういうのリフって言うんですけど、メロディーのようなコードのようなっていうことをギターリフとか言いますけれども、この10フィートさんもここががっつりのギターリフでございます。ちょっともう一回ここの練習だけしてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ガズの首の動き見て。ガズのこの首の動きを見ておいてください。4つでリズムは刻んでます。ワン、ツー、スリー、フォー。できるこれちょっとこれノートレフレーズなんですけど、チャも入ってますからね。ダーチャッカ2032チャッカ2032チャッカ2032。はい、で最後の1回だけちょっとフレーズがかかります。ちょっと聞いてください。最初から言いますよ。ワン、ツー、サン、はい。ダーチャッカ、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 ダーチャッカ。はい、最後の1回は3弦の320です。要は最後のワンブロックだけは最初 Am、 要は4弦の2フレット1回ダーチャッカ弾いた後に何にも他を抑えずに3弦の320だけですね。はい、かっこいいでしょ。これちょっとゆっくり練習していきましょう。1,2,3 はい。これです。これがフレーズ1。これはなかなか練習してください。今ので何回も巻き戻して練習するのがいいと思います。で、この曲のイントロはですね、またちょっと、無音の、この曲って結構印象的なのが、無音部分が結構ね、散りばめられてると言いますか。はい。ちょっとそれやってみましょう。もう一回じゃあ、フレーズ1のところからの最後のどこまで曲と同じ感じでやってみましょう。せーの。でーん。今のカッティングっていうのは左手で手を押さえておいてリズムだけ弾く、どこでもいいですよ、触るだけです。これをカッティングって言うんですよ。カッ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 、これをやって一回ブレイクするということです。すごいですね。ここはちょっとね、高難度です。で、次がまた高難度です。群れをはぐれて、夢を超えて、これ原曲聞いていただくとわかるんですけど、ここ結構複雑なフレーズになってるんですけど、ちょっとウクレレでかっこよくできるようにガズレレならではのアレンジしてみました。ちょっと弾いてみますね。ワン、ツー、スリー、群れをはぐれて、わかった。最初にチャを弾くんですね。ツタ、ツタ、ツタ、C です。これ、シンコペーションマークが入ってる C のところは前に食い込みますからね。で、最初、チャから始まるんです。わ、よく聞いてて。ワン、ツー、スリー、フォー。チャッタッツ、タッツ、シー。こんな感じです。群れをはぐれて。はい。チャッツ、チャッツ、シー。こんな感じです。ちょっと難しいリズム。ゆっくりいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。群れをはぐれて。次行きましょうか。夢を加えた。ツタダダ。D マイナーでツタタタってちょっと加えましょう。夢を加えた。はい。最初と同じタイミングなんですけど、コードが変わりますということです。ちょっと、群れをはぐれて夢を加えた。までやってみます。せーの。群れをはぐれて、夢を加えた。ツタタタ。D マイナーで。はい。いいですか？その次。それが最後に、はい。ここまでがこのパターンで、なる気がしたんだ。その後は、もうここね、ドラムのロールつって、タカ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 ってこう入ってくるんですけど、ここはね、ちょっと難しかったら、コードでいいと思うんですけど、今回は16ビートで、いや、行ってみようと思います。手首柔らかくね。じゃあ、それが最後にか。それが最後に、次ですよ。なる気がしたんだ。こんな感じ。はい、早いですよ、これ。はい、しなやかに16ビートでやってみました。とここがね結構印象的だったね。で次からは、獣は砂を、まあ、B メロというふうにガズレレでは表現しましたけど、ここは疾走ビート行きたいんですけど、ただの疾走ビートじゃないです。シンコペーションマークが入ってるんでちょっとねこれ難しいですよ。獣は砂をやってみましょう。ワン、ツー、スリー。獣は砂を糸に切り巻いた。わかる？疾走ビートっていうのはドゥンダゴンドゴンダゴンドゴンこういうことを言うんですね。 C でやってみるとトットタトットタトットタ、ア
クセント注意。トトタトトトタト。このタの3拍目のところがアクセントが強い。トトタトトトタトトトタト。この曲っぽくやると A マイナーだから、トトタトトトタトトト。なんですけど、シンコペーションが入ってるから、この獣の砂、獣は砂をやってみるんです。ワン、ツー、スリー。獣は砂を。最後のとここの感じシンコペーションですからね。はい。で次、ナルキがしたんだはこのツタタタタタツタタタタ2回連続ナルキがしたんだ。うん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 。ワンツースリーツーブロック分けます。このツタタタタはさっきも出てきたけどこの最初にチャを弾いといてチャタタタタタタタチャタタタタ。これはまあよく出てくるやつなんで大丈夫だと。で、2ブロックを開けて、サビに入っていきます。で、サビでは8ビートのチャート、ここでやっぱピークに達します。サビが一番ドライブ感と疾走感、もうここ力強くいきたいです。はい。確かな夢が出るのさ、約束のように、ここはもうさっきも言ったけど、サビのね、言葉のリズムとこの8ビートのチャートのドライブ感がぐっと混ざるところですね。不確かな夢が出るのさ、ここでこうかっこいいんですよ。これが言ってるんです。でね、原曲はちょっと16ビートの要素もかなりあるんですね。そうするとかっこいいんだけど、確かな夢が出るのさ、約束のさ、こんな感じで、かっこいいんだけど、これちょっとね、ウクレレでいくとみんなちょっと忙しくなっちゃうかなってこと。これ8ビートでもかなりかっこいいんで、今回8ビートにしましたけど、8ビートの方がドライブ感は出るかもしれないなと思いますね。原曲聞くとですね、16ビートの要素もあるんだけど、8ビート、うん、そう、うん、今回じゃあカズレレで8ビートでやってみたよってこと。あとは結構シンプルでございます。で、ここで1番が終わるでしょ。で、またこの2番なんですけど、ここはね、ちょっと弾き方のリズムので順番が変わってきます。かすんで消えたところが、今度は疾走ビートに変わりますね。霞んで消えたさっきと同じ輪立ちの先茶が入んないやつね。それが最後にここツタタタタタタドンドドドドド。はい。ツタタタを弾きながらもシンコペーションなる気がしたんだ。はい。ここツタタタタタってやりながらシンコペーションです。でその後はもうシンプルに8ビートの茶です。8ビートの茶でシンコペーションが入ってるやつなんで、これはまあいけるでしょう。愛の夢を、ここ気持ちがいい。シンコペーションリズムがドーンとね、前に食い込んでいってドライブ感がね、高まって気持ちがいいんですけど、テンポがちょっと速くなっちゃいがちなんで、ここは要注意ですけれどもね、気持ちよくドライブしていきましょうと。で、2番のサビをやる。で、リズムは8ビートの茶で、またサビでも、本当にドライブ感満載の疾走感。高めていってください。で、こっからがガズレレのオリジナルアレンジで、こっからね、曲の方はかなり、原曲はすごいいろんなの、ドラマがこう、すごい展開になっていくんですけど、すぐシンプルに最後のエンディングのところとかで叫ばれるところをやろうと思うんですよ。ここが結構難しいと思う。さっきのイントロで出てきたフレーズ1を弾きながら、スイッチャーキュー、この、おたけびを上げるわけです。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。すごいでしょ。このぐらい気合い入れてください。ここもお母さんが下からどうしたのって言われるぐらいの勢いが必要かと思いますけど、ここの言葉のタイミングちょっと難しいんですよ。こう弾きながらね、こうやってちっちゃい声でまず練習しといて、はい、これはもう練習あるのみです。こういうのリフって言うんですけど、リフを弾きながら歌うっていうのはですね、なかなかこれはレベルが高いですよということなんですけど、ここ楽しんでやっていただきたいと。で、それで終わっていくというのが、このガズレレのアレンジになっております。まあ、これでもね、まあ今も見てもらったけど、ノート2枚ギチギチですからね、ボリュームたっぷりで、いきましょう。で、忘れちゃいけない、スラムダンクの世界観とか、もうやっぱり、出てきますよね。もうやっぱこの熱さと一緒に、このロックってやっぱパッションとか情熱とかそういうやっぱ感情がやっぱりかなりね、占める割合が大きいんで、いやースケールでっかくいきたいんですけど、いろいろね、今回こういろいろテクニックとか技みたいなのあるんですけど、やっぱその奥には熱くたぎる思い、これ忘れちゃいけません。それではやっていきましょう。10フィートの第0巻ガズレレールかっこいいバージョンやってみる。1,2,3,4。Yeah.
加えた。それが最後になる気がしたんだ。物は砂を一握り巻いた。それが最後になる気がしたんだ。不確かな夢から得るのさ、約束の夜に かすかな風に願うのさ、静寂の朝に少年はその腕に約束の飾り。まだ旅路の最中さ、幻惑の園に霞んで消えた。まだ地の先へ、それが最後になる気がしたんだ。ガズレレかっこいいバージョンやってみました。これはかなりヘビーなロックの部類に入ると思いますけれどもですね、ウクレレ一本でこういう曲もいける、素晴らしいです。はい、冬寒いですけれどもですね、これ歌ってたらまあ暑くなりますから、どこもかしこもぜひ雪をも溶かす勢いで楽しんでやってみてください。アプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらって、いいなと思ったら1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。で、アプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも。これもね、Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですね、もう一個やってるんですよ、これ。ガズピアノ。これ、超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そう、だから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室。ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか、T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなね、可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そうあちこち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよって勧めして教えてあげてください。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。